題していきたいと思います。はい、はい、こちらがフェイクレザープリーツフレアスカート、はい、品番が M3178 です。はい、はい、お色が今みーちゃんが着ているのがホワイトです。はい、はい、そして手に持っているのがブラックです。はい、そしてぐーちゃんが着ているのがベージュとなります。はい、の3色展開です。お値段いきます。じゃじゃん、2700円。イエーイ。はい、こちら12月の18日金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格となっております。はい、はい、ポイントお願いします。はい、これはですね、もう足目のデザインがめちゃくちゃ可愛いです。はい、そう、この裾まで可愛いので、うん、あの足首タイツ履いていただいたり、あのショートブーツとか合わせていただいても足元がね、足元がすごいね、あのこなれて見えると思います。あの左と右でね、足目でデザインが違うので、うん、すごい可愛いです。はい、あとは結構ね、結構しっかりした生地感なのでプリーツなんですけど、お尻の肉感もねそこまで、うんうん、あの拾わないですし、ただこの、はい、シャイニープリーツスカートってちょっと前にあった品番があるんですけど、はい、このところのウエストゴムは多分作りが似てますね。ここのゴムのこの、うん、ここ先っちょは縫われてるんですけど、ここは安定はしてないんですけど、でも履いてたらね全然そんな違和感は感じないので、しっかりね、はい、ウエストゴムは止まってくれます。ただ伸びもしてもね、はい、結構伸びそうなので、妊婦さんとまで行くとしんどくなるかもしれないけど、ね、意外とちょっと今インしてるので、じゃあアウトしてるので、ね、インしていくとこの辺まで伸びる、結構伸びます。うんうん、なのでお腹周り気になる方もあのストンと落ちてくれますし、ゴムもしっかりあるので、はい、安心のスタートかなと思います。はい、ありがとうございます、はい、です。かわいい、欲しいね、すごいかわいいですよね。ぐーちゃん、うん、ウエストが降りてるのかな、長さが一緒のように見えるっていただいてるのですが、足目だからかな、かな、なんか足目もでも結構変わりますよね。ね、そんな気がする。ケツやからかなと思います。はい。ぐーちゃんウエスト大きくないです。これは結構ぴったりしてるので、ね、ここがしっかりしてて全然ずり落ちてこないです。はい。はい、後ろ姿も見たいです。はい。はい、後ろもそんなお尻周り拾ってない気がする。はい。ぐーちゃん寒そうなので、はい、コート貼ってほしいですって。ごめん、ちょっと。じゃあ、コート合わせしてから。うん、いや、コート合わせしてきますね。うんうんうん。はい、なんかそれカラーコートとか合わせても可愛い気がする。確かに。ゴムは固めで、緩めですが、ゴムはね、結構しっかりした平ゴムが1枚入ってる感じかな。うんうん、なので、そんな窮屈感は感じないけど、しっかりね、ウエストの一番細いところで私も止まってくれてます。ゴムはね、お見せしようかな。ちょっと暗いから見えづらかったらごめんなさい。こんな感じのね、平ゴムが入ってて、多分硬くも柔らかくもない普通の感じのね、生地感がゴムの感じがします。はい、ウェーブさんでも腰張り大丈夫ですかね。ウェーブさんはでもこのフェイクレザーの感じの生地感なので、サテンのプリーツとかよりかは腰拾いづらいと思いますよ。プリーツなのに細見えですね。そうなんです。アウトしても結構細見えで見えるんちゃうかなと思います。ワンピースと迷う。ワンピース。すごい、こっちか。あー、どっちも可愛いな。どっちもね、結構いろいろ着回せますもんね。これもアウトでもインでも着れるし。ね、見ますね。満員できますか？満員は、私じゃあ次してこようかな。アウトして、あー、インして、次じゃあ私着てきます。真冬大丈夫ですか？真冬私はタイツ履いたら着れそうな気がします。あのフェイクレザーの感じの生地感なので結構固めというか、普通のサテンのプリーツスカートとかが夏用であればこっちは冬用なんじゃないかなと思います。あ、おもちゃパンツみたいなゴムだね。あー、似てるかもしれない。あー、感じ、ごめんなさい、見比べられてないのであれなんですけど、平ゴムのところは似てるかもしれませんね。あー、タイツ履いても静電気。くーちゃんタイツ履いてたっけ？履いてます。どう？静電気。静電気大丈夫です、うん、ね、だそうです。私ちょっと今履けてないんですけど、くーちゃん大丈夫とのことです。火曜日のステージニットと合わせて、あー、かわいい。ちょっと今手元にないんですけど、それも絶対かわいいと思います。
できますか。お洗濯はフェイクレザーなのでちょっとできない表示になっております。ご自宅ではできない表記になってます。裏地はですね、ないですね。裏地この1枚ストーンです。145センチがスカート履くと長いですか。152センチの私でこれぐらいの丈感なので、ブーツ合わせていただいたら全然履けるんちゃうかなとは思います。はい、はい、あ、かわいい。ちょっとコート合わせてみたかな。はい、ぜひ高身長動画お見せしようかなと思います。いきますね。169センチのスタッフです。クリーニング屋さんに出せばいいんでしょうか。私はレザースカートってやっぱ汚れるって言ってもそんなに、まあ、めちゃくちゃ汚れたらクリーニングに出していただくのがいいと思いますし、あの季節の変わり目だったらあのクリーニングに出すとは思うんですけど、私はレザーのものは空拭きしてます。はい、です。中とかはねアイロンかけていただけるので、逆向きにしてアイロンかけてスプレーして、中をスプレーして外は空拭きです。はい、そうすると使っていただきやすいかなとは思います。ズーちゃんのニットもレタスですか。レタスなんです。これめちゃくちゃ可愛くないですか。これは火曜日の新作です。なので今も販売されてます。はい、めちゃくちゃ可愛くて私大好きです。生地も柔らかいですよ。はい、でもね、今なんか宅配クリーニングっていうのがすごい流行ってるらしくて、宅配でクリーニングできるのでしていただければなと思います。はい、はい、フェイクレザーで合わせるのも可愛い気がする。はい、脱ぐとこんな感じなんですけど、インだけしたらちょっとここが気になるので、若干ブラウジングしてあげた方が細見合わせると思います。はい、はい、で、あの冬がっつりアウター合わせだとこんな感じになるんですけど、もうちょっと暖かくなってきて3月、2月終わりぐらいになってきたら、こういう着方も可愛いんじゃないかなと思います。はい。大丈夫そうでしょうか。大丈夫そうですかね。はい。行こうかな。じゃあ次に行きたいと思います。はい。じゃあ着替えていきます。はい。お願いします。あ、みーちゃん可愛い。あしゅさん、ありがとうございます。レザースカート難易度高そうでノーマークだったけど可愛いね。意外とね。一番ちょっとかっこいい目になるのは暗めの色、ブラックかなと思うんですけど、私が結構貴重に着てた白とかこういうベージュとかやと結構ねレザーやし、ちょっとフレアなシルエットやし、色が柔らかいのでそんな強そうな印象にはならないと思うのですごいおすすめです。みーちゃん寒くない？大丈夫です。私いっぱい喋ってるので大丈夫です。みーちゃん着ると何でもありがとうございます。生地重たいですか？スカート生地はね軽くはないです。多分ちょっと重めに分類される生地感やと思います。でもその代わりお尻の感じをそのまままとわりついたりとかせずにストンって落ちてくれるので、私は腰周りが気になるので重めのスカートの方が好きです。はい、プリーツが綺麗ね。綺麗ですよね。あしゅさんベージュにしようかな。ありがとうございます。ベージュ使いやすいと思います。白は白で使いやすいんですけど、やっぱり汚れとかが気になるのも白
白やと思いますし、黒やとめっちゃかっこいいんです、あの可愛いんですけど、なんやろ、女の子らしいコーデが好きな方だったらベージュが多分ね無難で使いやすい気がしますね。うん、ベージュが一番高見えかな。うーん、高見え、ベージュかな、ベージュな気する。うん、まあブラックもでもそうやね、うん、で結構定番やから持ってらっしゃる方ももしかして多いかもしれないから、なんか高見えっていう観点だけで言うと個人的にはベージュ。